十王村の水の市十王村の水地蔵の祭り十王村の水は滋賀県彦根市西今町にある湧水である。1985年1月4日に環境庁の名水百選の第一弾31箇所の一つに選ばれ、同年3月に指定された。十王村というのは水源地付近の昔の地名であり、湧水は稲上川の伏流水である。古くから 大見六や大見国北間探せにも記録があり、元六年間の頃から五箇所を清水が花の水、聖意の水と並び、古都三名水の一つと呼ばれていた。石の柵で囲まれた池にあり、池の中央には地蔵菩薩を祀った六角形の地蔵堂がある。1985年1月4日に環境庁の名水百選の第一三31箇所の一つに選ばれたものの、 上流域の開発が進んだことなどが影響し、同月には、有水量が激減して、酸欠状態となったことから鯉や船が浮くなど、渇水状態に陥っていた。この有水量の減少は、早くから問題とされ、1982年から、彦根市が水枯れ対策の調査費を計上しており、1992年4月に、地下水脈調査に着手。 1994年2月に地下約70メートルまで掘削して自粉移動を掘り当てた。昔、十王村から遠い村に嫁いだ娘に子供ができたが母乳が出ず、十王村の水を汲んで飲んだところ、たちまちを父が出るようになったという伝説がある。そのため、地元では母乳の地蔵様として信仰されている。滋賀県彦根市西岩町遊水地は、 西今町の市街地で細い路地の十字路にあるため、地区では給水の際には公民館に駐車することや環境保全のマナーを呼びかけている。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。